はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。はい、今日はですね、異世界荒野のコールキャル第2弾ですね、やってまいりました。ナポレオンとクリストゥースですね、狙っていきたいと思います。前回ね、60回で取れましたけども、今回はどうなんでしょうか。一応天井分まではね持ってますから、どうなんでしょう、行ってみましょう。天井は嫌だ。さあ、スキップ押しそうになりました。あー、ミッドウェイも何も出てこずですね。これは痛い、非常に痛いですね。さあ、優勝ガチャもこれでおしまいですね。ということで切り替えて無償ガチャですね。さあ、期待が持てるのか。さあ、どうだ。ミッドウェイやってこず。金はいっぱい、これで昇格は、やはりなし。ミッドウェイ来ないとちょっとですねっていうところです。さあ、行きましょう。ドンとミッドウェイ来ない。30連目にして何も来ていない。おっと、虹が来た。さあ、お願いします。すり抜け、抜けるか。ありゃ、ありがとうございます。さあ、40連目ですね、行きましょう。ドンとミッドウェイやってきて、やってきただけでも期待。おっと、おっと。さあ、天才お願いします。素晴らしい成果でした。うー、つらいなー。さあ、行きましょう。ドンとミッドウェイやってきて、やってきただけ。さあ、どうだ。期待は、持てない。さあ、天才、素晴らしい成果ですね。今回は泣きそうだ。さあ、行きましょう。ドンとミッドウェイ来ない。60連目ですね。おっと、虹が来ました。虹が来ましたよ。さあ、どうだ、お願いします。素晴らしい成果ですね。ほんの少しだけこの日が好きになれそうな気がしたの。ありがとうございます。クリストゥーさん、いらっしゃいませ。しかし、すごい格好だ。お尻がすごいぞ。今日は私たちの誕生日にされてしまったミトラスのせいや。パパ、あなたはこのくだらない生誕祭で私たちを祝うつもりなの？祝いましょう、祝いましょう。さあ、ありがとうございます。今度はナポレオンが来てください。お願いします。ドン、ミトウェイやってきて、やってきたのみ。さあ、虹は来ない、虹は来ない。天才お願いします。天才も来ない。天才来てくれ。さあ、行きましょう。ドーンとミッドウェイやってきて、やってきただけ。期待値は上がってきております。期待値だけは上がってきております。さあ、どうだ。素晴らしい成果。金がこんなにいっぱいあるのに昇格なしか。さあ、行きましょう。これで天井ですかね。天井になってきました。さあ、どうだ。素晴らしい成果ですね。さあ、行きましょう。これは辛いな。行きましょう。ミッドウェイやってきて、やってきただけ。ミッドウェイはよくやってくれるんですけどね。しかし、ここまで引いて SSR が2枚と。素晴らしい成果ですね。
辛い。前回が良かっただけにちょっと辛いですね。さあ行きましょう。ドーンと。ミッドウェイやってきて、プルプル震えた。うん、これで確定。あとは、被らないことを祈るのみです。あとは天才もお願いします。我が輩の聖夜は高くつくぞ。ありがとうございます。ナポレオン、いらっしゃいました。ちらりとスカートがめくれております。聖夜といえど、奇跡というのは期待するものではない。自分で勝ち取り、子供に与えるものだ。はあ、さすがにペールは分けてやれんがな。ありがとうございます。ああ、よかった。よかったです。さあ天井170ね、1700ですね、1700ありますけども、第3弾があるんですよね。3つで取れる自信はない。うん、まあでもこれで、残りのものも血累積も考えるとね、取れるでしょうと、安直的に考えてますけどもね。まあ良かったです。はい、見事ね、なんとか、見事じゃないですね、なんとか、抑えました。今回11回ですね、110連ガチャで終わりました。単体で見るとまあまあ良かったのかなと思います。ただね、第3弾があるということでかなりね、気が重たいです。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。